はい、どうも、うずです。今回の動画では、富士フィルム、最近新しいカメラを発表して、また種類が増えた富士フィルムですけれども、富士フィルムのカメラって、以前からよく言われるんですが、ちょっとカメラが分かりにくい、全体の、ね、中で見るとカメラがちょっと分かりにくいっていうところがあって、そういったお話もよくいただくので、以前に富士フィルムのすべてみたいな動画を上げたことがあります。X シリーズだったんですが、で今回もその話をちょっとやりたいと思うんですけれども、X シリーズは、今回ちょっと置いておいて、全体の話を軽く触れてから GFX、このお話をラージフォーマットですね、このカメラの話を今回の動画ではやりたいと思います。興味がある方はお付き合いください。まず富士フィルムには現在3つの大きく分けたカテゴリーがございます。1つは今回の話の中心になるラージフォーマットと呼ばれる、フルサイズセンサー搭載カメラ、今人気ですね。このカメラよりさらに大きいセンサーを積んだラージフォーマットカメラっていうのが中盤カメラとも言いますが、富士フィルムはあります。それが GFX シリーズ。そして人気がある定番のコンパクトな APS-C センサー搭載モデル、これが X シリーズ、非常に人気です。現在私が使わせてもらっている XE4 というのもこの X シリーズになります。そしてコンパクトデジタルカメラ、これがですね、富士フィルム、現在のサイト、公式サイト見ると、1機種しかなくなってます。XP140 というカメラなんですけれども、4つのタフネスを備えているということで、防水、対衝撃、体感、防塵の4つの強みを持っているカメラになりまして、工事現場とかね、そういうタフなところで使われるカメラとか、あとはレジャーですね。海とか川遊びとかそういったところでガンガン使えるカメラとしてこの XP140 あるんですけれども、このカメラしか公式サイトではコンパクトデジタルカメラなくなってしまってますので、ちょっとコンデジの話は、このぐらいにしときます。でやっぱり今回お話しするその他社がねなかなか出してないカメラ、中盤カメラ GFX、 これがすごく魅力的なんですよ。私も過去に何度か使わせてもらったことがあるんですが、レビュー用でね、すごいね、良かったんですよ。毎回借りるたびにね、ちょっと幸せ感じる。大きいんですけどね。で、先ほどもちょっと言いましたけれども、今人気があって注目されてるカメラっていうのは、比較的というか、流れとして、フルサイズセンサー搭載のミラーレスカメラ。これがすごくカメラファンの中では注目度が高く、実際人気もあって、先日ソニーの新しいカメラが発表されましたが、話題性は十分でした。たくさんの方がね、レビュー動画とか感想を述べていましたが、大変人気なカメラです。それに比べるとちょっと触る機会とか実際にね買う機会っていうのは少なくなるカメラではあるんですが、富士フィルムの GFX、 これは富士フィルムがね写真の画質や色再現技術を長年にわたって研究し続けた結果、その培った技術を最高のレベルで写真にできる、そう考えられるセンサーがこの大型のラージフォーマットという規格になるんですね。これはね、富士フィルム その新製品発表会の日にちょっと説明を受けたので、富士フィルムさん その全体的な、ね、考えの中で言われていたこと、そして実際のところです。多くのカメラファンの方が富士フィルムの色再現の技術、すごいなって感じられてると思うんですが、その実際の、ね、力を持ってして言ってる言葉なので、すごく説得力があるものでした。フルサイズセンサーじゃまだ足りないということらしいんです。おいおい、そんなこと言ってて富士フィルムの主力商品ってAPS-C センサーじゃないかってツッコミがあると思うんですが、それとこれとはちょっと話が別なので、そこのところはご理解いただけるとありがたいです。あくまで最高画質を求める場合の話ね。 X シリーズはね、そことコンセプトが違いますので、はい。でここからは、ちょっとパソコンの画面を併用しながら、お話していきたいと思います。はい。まず最初に GFX シリーズ、4つのカメラが現在公式サイトに載っています。でどのカメラがどういった性能なのか特徴があるのかっていうのはちょっと分かりにくいと思いますので、今回の動画では簡単なちょっと触れ方で案内していきたいと思います。ちょっと深いところはね、後日ちょっと紹介できる機会がありますので、でまず最初に GFX といったら100です。 GFX100、 こちらからご案内します。GFX100 に関しては少し尺を長めに撮ります。富士フィルムの中盤カメラをちょっと話す上ではちょっとスタートのカメラになりますので、はい。で、GFX100 なんですけれども、やはり一番の特徴は、ラージフォーマットで102メガピクセル、1億画素を超える画素数を持ってるというところ、ここが一番のポイントになると思います。最初に来るね。センサーサイズがそもそもフルサイズセンサーより大きいものを使ってるので、1億画素を詰め込んだとしても、無理がなく、
画素ピッチにも余裕がある写真を作り上げることができるんですね。だから最近私が使ってるスマートフォンもそうなんですけども、1億画素を超える画素数を持ってるスマートフォンというのも存在しますが、そういった1億画素とは全く違います。作りがもうセンサーサイズがね、そもそも全く桁違いに違いますので、サイズはいというところの特徴を持ってるのが GFX100 の一番最初の強みで、確かに GFX100 をお借りして風景写真とか娘を撮影した時に写真の立体感や解像感が全く違ったように見えました。パソコン上でね、拡大してもすごいわかるレベルですし、本当にすごい解像感でした。まあ、このサンプルの写真自体がね、ちょっと物語ってますけど、色再現とか立体感は圧倒的に強いと思います。で、GFX100 に関してはボディ内手ブレ補正もしっかり搭載しているので、最大で 5.5 段分と書かれているんですけれども、ラージフォーマットでそこまでしっかり作り込まれているカメラです。で、GFX100 に関してはちょっとこれね、ボディの合成のちょっと写真なんですけど、縦型グリップをもう標準搭載というか、もうくっついたもので本当に大型なカメラ、それが GFX100 なんですね。で、この後紹介する GFX シリーズ残り3機種はサイズの方がもうちょっとちっちゃくなってきますので、GFX100 に関してはボディが圧倒的に大きいっていうのも、まあ、マイナス面ではなくプラス面として捉えていただけるといいかと思います。はい。で、防塵防滴対低温に関してもプロフェッショナルカメラとして使えますので、温度の方がマイナス10度からプラス40度まで、で、湿度が 10% から 80% 結露しないことということが条件に入りますが、どんな悪天候環境下でも利用できるカメラとなってます。で、特に GFX100 に関しては縦持ち横持ちどちらで使っても使いやすい、しっかりしたグリップ力、ここが魅力のカメラです。私このカメラを持って富士山を撮影しに行ったことが、ちょっとサンプル画像をね撮影しに行ったことがあるんですけど、2020年、その時も縦位置横位置構えて撮るところがすごくやりやすかったです。まあ当たり前なんですけどね、 縦型グリップついてますから、本当に撮ってて幸せ感じられるカメラでした。で、操作性に関しては特別難しいところはなくて、従来の富士フィルムの X シリーズと同じようなボタンメニューカスタマイズというのもありますし、クイックメニューも搭載してますので、そのあたりは中盤カメラだからといって使い勝手がすごい変わってくるものではありません。従来の X シリーズと同じように扱いできます。フォーカスに関しても顔検出、瞳検出が、まあ、精度の面に関してはね、特別最新の他社製のね新型モデルと比べればっていう話はあると思うんですが、富士フィルムとしては最新の X プロセッサー4を搭載してますので、十分快適なオートフォーカスが利用できると思います。そして各カメラバージョンアップは引き続き行われてますので、現在のファームウェアがバージョン 3.0、こちらになってすごく面白い機能としてはピクセルシフトマルチショットというものを搭載してます。これは先日発表された GFX100S でも搭載されてる機能になるんですけれども、まあ、要はボディ内手ブレ補正をうまく活用して連続した16枚の写真、それを一遍に撮って合成する技術なんですね。まあ、ちょっとここに書いてある通り、専用ソフトウェアを使っての合成にはなるんですけれども、ただ約4億画素の超高精細な画像を生成することができるっていうのは、ちょっとこれはね、すごいね。4億だもんね。ちょっと先日ね、発表されたソニーの新型カメラ α1 でも同じようなことができるっていうことをお伝えしたんですが、こっちは4億だからね。4億画素。やばいよね。はい。これちょっとね、試してみたいね。試そう。これは試そう。はい、そんなところで動画機能とかまだまだいろいろね魅力的なところはあるんですけど、まあ、今回の動画ではちょっと当たりのところ、こんなところで GFX100 のポイントをね一旦区切ろうと思います。 で次にお話しするのが新型のカメラ GFX100S、 これがまたすごい。 GFX100S に関しては本当に最近発表されたばかりの中盤カメラですけれども、先ほどお話した GFX100 に対して小型化に成功したカメラなんですね。はい、もうこちらサイズ感がね、ちょっと手に持った形の映像を入れてくれていて分かりやすいんですが、 GFX100 は縦グリップが最初からついていてすごく大きい四角いカメラに対して、 GFX100S は縦グリップがなくなってるんですよ。なので普通の一眼ミラーレスカメラと同じような感覚で使えるラージフォーマットカメラになっております。で、ここ画素出てますが102メガピクセル、先ほどの GFX100 と同じです。なのでもう本当に簡単に言ってしまうと GFX100 を小型化したカメラが GFX100S だと思っていただければと思います。ただ重要なポイントなのは GFX100 をギュッとねちっちゃく、ただ単純にしたわけではなくて、そこにはすごい苦労があったり
さらに新しいセンサーユニットを開発したりっていう形で非常に努力されて、全く新しい形での GFX100 がこの 100S なんです。そこの中のねパーツを新しくする苦労話のようなものもちょっとメーカーの発表会の時に聞くことができたんですが、まあ、一番この GFX100S が魅力的に感じるポイント、数字で言うとここだと思います。はい、1億画素を身近なサイズ感にということで、もうちょっと大きさの比較もね出てはいますが、重さがなんと約 900g。 軽くない？すごいよ。 GFX100 の性能を 900g の、そしてコンパクトボディで使うことができるって言ったら、そりゃあすごいよね。ラージフォーマットサイズのセンサーを搭載したカメラが、まあちょっとこれよりはね大きくなりますけれども、こういったフルサイズミラーレスカメラと同じ感覚で使えるって考えたらどうですか。たまらんでしょ。たまらんよ。はい、そのボディ内手ブレ補正なんですけども、これがそのイメージ映像ですね。これですね、 GFX100 のユニットがこれだったのが、これだけコンパクトになったんですね、新しく設計されて。その上でこの小さなボディになったというのが GFX100S、 新しい新開発されたボディ内手ブレ補正ユニットで、富士フィルムといったらやっぱりフィルムシミュレーション、これが GFX100S で初めて搭載されたフィルムシミュレーションが1個加わってます。それがこのノスタルジックネガっていう画像なんですが、これちょっと今比較のやつが出てないか。あ、下にちょっと出てるね。ちょっとこれ分かりにくいかもしれないんですけど、下に今ここで表示してるのがプロビアっていう富士フィルムの一番ベーシックで最初に設定されてるカラーなんですけれども、このプロビアに比べて色の出方がちょっとこう味のあるアメリカンニューカラーっていう言葉があるみたいなんですけど、それをちょっと彷彿とさせるような1970年代のクラシックなカラーを再現したのがこのノスタルジックネガっていうフィルムシミュレーションになるそうなんです。これね、また味があっていいよね。これはね、一番使ってみたい、お借りしたら。で、多くの富士フィルムファンの方が発表された時に、このノスタルジックネガを他の X シリーズとかでも搭載してほしいっていう声がね、コメントであったんですが、これが現段階だと、ラージフォーマットだからこそできるフィルムシミュレーションらしいんです。まあ、後々技術の進歩で X シリーズにも搭載されるかもしれませんが、現状はラージフォーマット搭載した富士フィルムのカメラだけの特典ということで、特にこの GFX100S ですね。これでお楽しみいただければと思います。買われる方は。もう富士フィルムのフィルムシミュレーション、どの写真もね、いいよね、色がね。で、このサンプル写真がすごくよくできてるよね。赤とね、車の光沢と、ぬめりと影と、あとはバックのグリーンですね。本当に素晴らしいサンプル写真ですね。ああ、いいね、ベルビア。映えるね。これだけ見てても楽しくなっちゃうんだけど。で、もちろん、富士フィルム独特のエフェクト関係もしっかり搭載されてますので、もう存分に色を中盤カメラで楽しんでくださいっていう形ですね。まあ、これはちょっと GFX100S だけのものではないんですが。あ、そうです。あと、事前発表会の時に言っていたのが、そのトラッキングですね。トラッキングオートフォーカス。中盤カメラは動く被写体が苦手って、どうしてもね、イメージがついちゃうかもしれないんですけど、大きいしね。なんですが、富士フィルムとしては、十分 X シリーズと変わらないオートフォーカス、トラッキング行えるという形で出してますので、まあ、ここでちょっとサンプル写真が出てますが、こういったモータースポーツとか、その映像なんかだと、海辺でバイクをね、こう走らしてる。まあ、これもそうなのかな？これがそうなのかな？あの、水しぶきをこう上げながら走ってるバイクをトラッキングさせながら、GFX100S で撮影してる映像もプロモーション動画にありまして、本当によく撮れていました。全然弱くは思えませんでした。トラッキングも心配ないです。はい、そんな素晴らしい GFX100S なんですけれども、ちょっとここのところでポイント、悪い点というわけじゃないんですが、小型化するためにバッテリーが一つの搭載という形になって、スペースのね、小スペース化する形で仕方がなかったんですけれども、で、使ってるバッテリーに関しては NPW235 というものになってはいるんですけれども、その GFX100 に比べるとバッテリーを積んでるそのスペース容量は小さくなってしまってます。まあ、ただ、そんなにね、悪いことでもなくて、静止画撮影可能枚数としてはノーマルモード時に約460枚ということですから、まあ、今多く使われているミラーレスカメラに比べると平均値以上の数字、撮れるようになってます。それをラージフォーマットでやってくれてるんですから、まあ、すごい十分なレベルだと思います。ただここだけはやはり引っかかってしまう方がいると思うんですけれども、アクセサリーのところで今回の GFX100S に関しては縦型グリップを用意してない、用意しないということを言われてましたので、縦型グリップを使いたい方は GFX100 を素直に選ばれるといいと思います。これにもちゃんと理由があって、
富士フィルムが取っているその統計的なデータだと、今の時代だと縦型グリップを使う方が減ってしまってるそうなんですね。で、それを言うとカメラファンの方の中には、いやいや縦型グリップなきゃカメラ、この手のカメラ使えないよって言われる方もいらっしゃるのは間違いないんです。でも考えてみると、このセリフって私ニコンでも聞いてるんですよ。それを富士フィルムも、富士フィルムの統計の中でそういうデータが出てるということは、やっぱり縦型グリップを使う人は少なくなってるのは事実なんです。ただ使う方がいるのも事実、少ないとは言っても、はい。なのでその部分は GFX100S を選ぶときにはお気をつけください。その代わりハンドグリップというのは用意されてまして、 GFX100S のグリップがどうしてもね、ちょっと縦が短く感じられてしまうという手の大きめの方に関しては、このハンドグリップを装着すれば、縦の余裕ができますから、グリップ感をより増すことができるっていうアイテムです。はい、GFX100S がちょっと新しいカメラなんでね、少し熱が入って説明してしまいましたが、はい、こんな感じでございます。はい、次は GFX50S。このカメラは、先ほど紹介した2つのカメラとは違って、画素数の方は、5140万画素ということで、画素の方は先ほどのカメラに比べると落ち着いた感じになってます。って言っても5000万画素ですからね。十分高画素なカメラですね。で、ファームウェアは現在バージョン 4.0 までアップされていて、オートフォーカスなどが、かなりパワーアップ強化されたモデルになってます。ファームウェアがなってます。で、こちらのカメラに関しては縦型グリップが別売で用意されてますので、縦グリがね、必要な方も安心して買える、使えるカメラになってます。あ、これか。縦位置バッテリーグリップ、しっかりありますので。で、グリップ感も良さそうですね。うん、すごいしっかり作られていて、いい感じ。そして GFX500S に関しては、重量が 825g ということで、先ほどの GFX100S よりちょっと軽いぐらいのサイズ感になります。まあ、ただ、GFX100 の弟分として登場した時には、そのサイズ感、重さに関して、すごく驚かされたカメラなので、まあ、未だに軽い、まあ、軽いラージフォーマットサイズのカメラと考えてもいいかもしれないです。まあ、この辺はやっぱり重さのバランスと性能、画素数のバランスを考えて、100シリーズにするのか、50シリーズにするのかって選び方になってくると思うんですね。ただ GFX100 に関してはボディ内手ブレ補正を一押さえなので、そこの部分を気にされる方とか、まあ、実際なければ困るっていう人にとってはちょっと選択肢入らないと思いますので、そこのところは覚えておいてください。ボディ内手ブレ補正一押さえモデルになります。で、この動画を撮影している現在だと価格の方が価格 .com の量販店価格で約69万円。うん。GFX100 に比べればだいぶお買い得感のあるカメラとなっております。はい。あとは個人的に結構これ好きだなっていうカメラなんですけれども、GFX50R。同じ50のナンバーなんですが、こちらさらに小型化されたカメラで、GFX シリーズの中では一番最軽量ですね、モデル。重量の方が約 775g。軽いカメラとなっております。で、レンジファインダースタイルカメラということで、ちょっとファインダーの部分ですね、カメラの端のところにファインダーがついているモデルになりますので、その分全体的なカメラの形としては凹凸少ないタイプで、フラット型のカメラとして利用できますから、スナップカメラとしてすごい使えるっていうのは素晴らしいと思うんですよね。このラージフォーマット、このね、モンスター級の中身のセンサーを持ったものを街撮りとかね、気軽に使えるっていうのはやばいっすね。やばいカメラです。そういうスタイルのカメラですね。あ、そうそう、画素数の方は先ほど紹介した GFX50S と同じ5140万画素。十分です。で、価格の方が、ドットコムの量販店価格で約40万円ほどに現在なってますので、GFX50S よりさらにお買い得感がある、スナップシューター型ラージフォーマット中盤カメラ。魅力的じゃないでしょうか。はい、そんな感じで、富士フィルムの中盤カメラ GFX 現行の4機種の話を簡単にさせていただきました。あ、そうそう、後半のね、 50S と 50R は価格の目安を言ったんですけれども、100と 100S の価格ちょっと触れてなかったですね。GFX100 に関しては現在価格 .com の量販店が出しているような価格だと、だいたい約120万円ぐらいでした。なかなかロマンある価格ですね。そして今度発売される GFX100S、これはもうヨドバシカメラの方が予約受け付けてまして、価格見たらヨドバシさんの方で税込み価格かな、これ768,900円、リーズナブルかなそうだね、いい価格だと思う。いやー、でもね、こうね、どうなんだろうね。私いつも偏見で
このクラスのカメラ使う方って本当にバリバリのフォトグラファーの方、それこそモデルさん呼んで一面にね花を敷き詰めたり、アンティーク家具を置いた撮影したりっていう偏見ちょっとあるんですけど、そういうことやってる人が使ってる電気あるんですけど、少し前に一般の老夫婦の方が GFX50S を使ってらっしゃって、ああ趣味でもやっぱり買われる方いるんだなと思って、まあもちろんね何かこうすごい社長さんだったり、まあそういう方だったと思うんですけど、元経営者の方とかだったと思うんですけど、一般の人じゃね手届かないからね、趣味で使うとしたら。でラージフォーマット中盤カメラそんな違うっていうところになると、これはね個人的にはすごい違い出ると思うんです。あの私2020年は2回富士山の方に行ってるんですね。1回はロードバイクで登るため、もう1回は富士フィルムの GFX100 と XT4 を一緒に借りた時期があって、その2機を持って富士山撮りたくて撮影しに行ったんですね。その時に XT4 はおそらく十数枚しか写真撮んなかったんですよ。でなんでかって言ったら GFX100 があったからです。もう全然写り方というか見え方も違って、その解像感だったり、撮ってみたらね本当にパソコンの画面で拡大したら富士山の上の方までくっきり改造されてて、で色もよく出るし空気感も出るし、まあ、XT4 は決して悪いカメラではないんですよ。いいカメラなんです。いいカメラなんですけど、GFX100 と一緒に持ってっちゃダメなカメラでした。風景撮影するのにやっぱり違う、全然違う。もう120万円のカメラだけど欲しいって思っちゃったもん。まあお金がないんですけど、まあだからそういうところなんだろうね。富士フィルムのその GFX シリーズを使って作品撮りをされるプロフォトグラファーの方がね愛用されるっていう理由はそこだと思うんですよ。まあ本当にポートレート撮っても富士フィルムのそのフィルムシミュレーションがいいっていうのももちろんプラスされるんですが、その GFX シリーズが持つ圧倒的な色の再現力、ダイナミックレンジの広さ、あとは解像感、これはねフルサイズ機でもやっぱり及ばないなって感じますね。まあ、ちょっとソニーの α1 がすごい価格でこのカメラもね出てきますけれども、どっちがいいとかじゃなくて全然ね住む世界が違うカメラですね。うん、それが GFX。はい、まあここまでかなり GFX の魅力、良さというのをベタ褒めするような感じでねトークしてきましたが、おすすめしにくい点もやっぱりちゃんとあるんですよ。まあ価格の部分を抜いてね、価格は置いといて、おすすめしにくい部分があります。レンズ交換式カメラを使う人にとって最も重要で楽しむべきポイント、交換レンズです。ここの部分がね G マウントレンズっていうんですけど、 GFX が使う純正のレンズ、富士フィルムとしてはもうラインナップの方がしっかり揃ってきたというふうにおっしゃられているんですが、そんなことはないと思います。全然まだ足りません。ラインナップ見てみたら一目瞭然です。はい、G マウントのレンズ、ここに今公式サイトのものを表示してるんですけれども、まずここにあるのが G マウント単焦点レンズ、全部で9本のレンズがラインナップされてます。で気をつけていただきたいのが、ここにある23mm や 30mm、45mm というのは実際この数字ではなくて、 35mm 版換算っていう、まあ標準の言い方って何言うんですかね、業界標準画角的な考えだと、ここに書かれてる数字よりちっちゃくなるんです。例えば新しく発売されたこの GF80mm F1.7RWR っていうレンズがあるんですが、これは 35mm 版換算だと 63mm 相当になるんです。なので書かれてる数字より画角はちっちゃい数字が 35mm 版フォーマットの考え方になりますので、そこはお気をつけください。ということで、まずここに9本のレンズがあります。まあ9本なんです、単焦点レンズが。で一通り揃うかなってところはあるんですけれども、広角からね始まって望遠まであるので。でも望遠ってこの 250mm レンズを装着した場合、画角としては 35mm 版換算 198mm なんですよ。ここまでしか望遠レンズがないんです。ただ 1.4 倍テレコンバーターっていうのも発売されてますので、それを合わせて 277mm 足りないですよね。なんか鳥を撮りたいとかスポーツ撮影をちょっと遠いところからね撮影するって人にとっては足りないですよね。なのでこういったところがちょっと弱いんですね、まだ。じゃあズームレンズはどうなんだってなると、ズームレンズはたったのまだ3本です。ここでも画角としては望遠側は100から 200mm、 なので先ほど紹介した GF250mm よりさらに望遠側が弱くなります。
だこの辺りの望遠のレンズのラインナップがもうちょっと、まあこれ500とか欲しいよね。無茶言ってるかもしれませんけれども。G マウントのその数字として500、600ミリってレンズがこの辺に並んでこないと、ちょっとそういう撮影には使えないですね。まあ、GFX というカメラを使う方がその望遠に求めるところというのがないのかもしれないんですが、やっぱり撮ってみたいですよね、これで。ちょっと動物写真とかね、そのスポーツ撮影、モータースポーツとかもやってみたいなって思ったりしますが、まあ、そこの部分はちょっと今のところのラインナップではないというところ。はい、そういったところがこの GFX シリーズを選ぶときに、まあ、気をつけたいポイント。まずはレンズをちょっと確認して、自分が使いたい画角のレンズがあるのか、これをまずチェックしてからになりますね。まあ、でも一部のね、使用範囲だったらポートレート撮影だけをするとか、その超望遠を使ってまでの風景撮影をしない風景撮影をするとか、そういった使い方だったら、まあ、今あるレンズだけで事足りることが多いと思いますので、まあ、心配することはないかなと思います。はい、今回もちょっと長々とした話になってしまった気がするんですけれども、富士フィルムの GFX シリーズの、簡単なその違いと、魅力というのをお伝えするために用意した動画になってます。この動画を見たきっかけで、富士フィルム、そして GFX 中盤カメラシリーズ、興味を持っていただければ、私としては嬉しいです。まあ、もちろん、実際に使ってらっしゃる方とか、まあ、これから欲しいと思っていろいろ調べられている方にとっては、私が話した内容以外のところでいろいろ気づく点もあると思いますし、全く違った観点からこれらのカメラシリーズを見られる方もいると思いますので、そういったご意見もいろいろ楽しみたいと思います。はい、動画のご視聴ありがとうございました。今後もこういった形で、いろいろなカメラの魅力、私なりに伝えていければなと思っております。カメラ話、あとはいろんなガジェット商品の紹介などが好きな方は、ぜひチャンネル登録していただけるとありがたいです。高評価もよろしく。ではまた別の動画で。バイバイ。はい。で、今回お話の途中に出した GFX100S、新しいモデルですね。こちらの方はお借りできることが決まりましたので、近日中かな？ 2 月中に、実際の使用レビューを上げたいと思います。まあ、特にね、やっぱりフィルムシミュレーションね、使ってみたいよね。ノスタルジックネガ。いやー、ちょっとね、楽しみです。すごく楽しみ、嬉しい。ちゃんと動画用意しますからね。